やっていきましょうか。さあさあさあ、うんうん、さあ今日勝ったら決勝への進出。よし、いけるいける。ここは稲村でいいかな。うん、倉持不調か。あ、でも中村また絶好調に戻ってる。外すとか言ってたけど、ちょっとこいつで行くか。うん、ピンチの場面になったらピンチ B だから、こいつに投げさせるってのでもいいかもしれない。もういいや、お前を信じるぞ。うん、前の試合4失点だったけど、中村で行きましょう。ここはよし、これで行きます。いやー、できれば D とか来てくれたら最高なんだけどな。山城来た、山城。地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側マーク、準決勝。あ、でもここ戦ったことある、強いとこだっけこれ。あ、オッケーオッケー。でも前 C だったわ。うん、山城か。オッケーオッケー。あ、やめて。オッケー。さあ0点で抑えている。いいよ。いや、 C はまあ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 想定内って感じ。相手の能力を。ああ、でも強えやつ。あ、でもなんかキャッチャーが今絶不調だったな、谷村。あ、肩 B か。はいはいはい、こんな感じですね、坂田。うん、いや、うちのピッチャーの方が優秀だわ、これだったら。よし、さあセンター返し、7が出てますね。稲村が絶好調なのがポイント高い。うわー、でも三振か。うわー、やばい、2点取られてる。まずいまずいまずい、マジか、これちょっとやばいぞ。ふざけんな、こんなとこで終わってたまるか。走力 B、 まあ盗塁 E だしな。ここは打たせましょうか、普通に。まだ4回だし、頼む。うわ、抜けろ、エラーしろ、バグれ、もう一回エラーしろ。ああ、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。クソ、まあまあ序盤はこんなもんよ。でも、うん、やばい、ピンチか。ワンアウト二塁、ここはもう伝令使うしかねえな。これ絶好調 VS 絶不調、相手弾道1なのか、怖いな。いや、投手能力ですね、ここは。ここで伝令を送りました。監督からのメッセージがナインに伝わります。去年の夏を思い出せ、あの地獄のような未来を思い出したいか。頼む、これは打ち取った、さすがに。オッケーオッケー、よしよしよし、タッチアップもしてない。危ねえ、今抜けたと思ったんか。ここマジ0点で頼む。危ねえ、外野前進はいいや、まだ OK。 さあ、ここはショートがしっかり投げてアウト。 OK。 いや、そろそろ反撃のチャンスを。あー、やばいやばい。ここちょっとそろそろ点取んないとまずいぞ。もうあっという間に7回に来ちゃったし、落ちるな、これは落ちる、うまい。危ねえ、ナイス。ここで林か。代打、ま、代打出したいんだけど、まあ流し打ち7出てるし、ここは変える必要がないな。頼むぞ。まだだ、まだ終わっちゃいねえ、まだ力出し切ってねえだろ。うわー、危ねえ、よし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 、取ったかと思った今。さあチャンス、金谷か、代打ありだな。うん、強心臓持ちだけど、ここはもうあいつに変えましょう、白石。よし、さあ究極の思考も使ってって、まあ戦隊返しが5か、転がせだとゲッツになりそうだからな。ちょっとここね、センター返しでいきます。惜しい、いやでも今だったら絶対打てる。オッケー、ナイス。
さあさすがの白石 OK、 しかも1点取れそう。よくやった。まあダイソー出そうかな。白石はお役ごめんということで、まあ、足遅いしね。いやでもまだいいかな、残す価値はある、まあ、ここ強心臓で OK。 流し打ち号出た。タウン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 、あ落ちるかもしれない。ファールファール、攻めて、うわー、あでもタッチアップしてる、賢い。よし、これは賢い。中村か、ここ代打出したいよね。どうしようかな。代打出すんだったら2年生の方が良さそうだけど、どうしたもんかな。田島とかやってくんねえかな。打率10割の、ここミートかパワーか。ちょっとここ田島信じるか。いやどうしよう。うん、結局ね、信頼度だからね、重要なの。これ、田島で行こう。OK、究極の思考あるし。打てそう。流し打ちで。いけるいける。うわー、もう当てすらできねえのかよ。これ、まずいな。まあ、倉持ちで行くんですけど、ピッチャーは。で、白石はどうしようかな。ファーストやって。ってもらうかちょっと微妙だけど、次1番からだよな。当分回ってこないからな、あいつ。変えてもいいかもしんない。ちょっと待って、守備から変えよう。あ、てかあれね、うん、白石ファーストやらしといて、まあチャンスだからちょっと残しておく価値はあるんだよな。どうしよう、ちょっと待って、外野こっちの方がいいかな。白石残すか。じゃあちょっとこいつにやってもらうか、外野を。うわー、なんかちょっと心配になってきたけど、でここでちょっとピッチャー変えますか。倉持ちでピンチ背負ってるか。ワンアウト一塁か。であと何回残ってる。2回か。ここ全力で抑えるわ。でもエースの威厳にかけてここは守備上げます。サツが逆境持ち、あじゃあ残しといてもよかったかもな、あいつ。まあいいわ、破壊の裏の攻撃でなんとかする。あゲッツいけるいけるいける、頼む。うわどこ投げてんねん、もう。守備上げてこれとか終わってるだろう。いやでもまだ2アウトだし。いやー、うそ。あー、オッケー。でもまだ点は取られてない。やばい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 。相手絶不調か。頼む、ここだけや。よし、キャッチャー取れる。危ねえ。ヒット数同じなのにな。さあ、OK、ノーアウト一塁か。これでかい。バンドでもいいかもな。お祭り男、よし。これ地味にでかい。まあ、こいつは代打出せないな。とりあえず、あれですね。盗塁したいね。いけるかな。盗塁5だし、いけるよな。頼む、行ってくれ。OK、変化球だし、いける。よし。さあこれでお祭り男もついてるしね、チャンスに強くなってるはずだ。ここはもう積極的に当ててほしい。さあまずは1点だな、まずは1点。あバントでもいいかも。うん、でも1なんだけど、バントいけるかな。これバントスクイーズ、いやバント1だけど、いやでももういや、打たせます。ここスリーバントさせるわけには。くそ、三振かよ。お前それはないわ。まあだけどまだこの天才が残ってる。流し打ちかな、ここ。頼む、チャンスに強くなってるから補正かかってるし、OK。 うわダメだ、それじゃダメだ。
で変わりません。三田村才能開花も打てる気しないけど頼む。これ打つと逆になんか弱体化のイメージあるけど、ここは信じる。オールエース、うん、言ってくれ。さあ2ボール、おっしゃ来た。ここでワンアウトだったらスクイーズとかできるんですけどね。打ってくれ、よっしゃ。さあ追いついた、危ねえ。よしよしよし、もうなんだったらもうここで逆転してくれ。盗塁後か、まあ一応ね走力 B なんですよ三田村。盗塁決めようかな、うん、いけるかな、いけるかな、どうこれ狙ってみる、うん。セーフティーバントもねここだけど、ここちょっと盗塁行くか。じゃあうわ危ねえ、これちょっと警戒されてるからまず1球様子見する、うん。これ2球目から盗塁するわ。 OK セーフ。うわーダメだったよ、アウトだった。あやばい、これピンチだ。2アウトか、まあ、ここは失点した。どうしようかな、ここ2アウトだからな。いや投手能力上げるかも。ここで打たれるわけにはいかねえんだよ、ふざけんな。貴様らごときに負ける俺たちじゃないわ。桜餅頼むぞ、ここ根性見せろ、エースの底力。うわー頼む、バックホーム早く投げて。うわーもうごめんな、もう9回のツーアウトからなんで打たれんだよ。うわーやばい、ファール。これいやひどいって、これ回の待てが終わって3対2、まあ、1点をリードされています。いやだけどまだ分かんない。あセンター返し6か、まあ、センター返しですね。ここはセーフティーバントより多分こっちの方がいい。まだ裏がある。野球は9回2アウトから OK、 よし同じようなヒットで返してやったぜ。ここはいや全然あるよこれ。さあここはちょっと魔物縛ってるんでね、ルール的にこれ使えないんで、ここは流し打ちでいきます。頼むぞ。盗塁はいややめとくわ、さっきの例があるし。まあ盗塁 C だしいけるかな、いけるか、さすがに信じるぞ俺は、うん信じる。盗塁するわ。じゃあ危ねえ、もうやめるでよ本当に牽制とかさ。いやでも信じるか、頼む。ああダメだったじゃん、もういけねえじゃん。抜けて、うわー嘘でしょ。何とかして抜けた。エラーしろ、バグで何か起きろ。うわー、なんでだよもう。うわうわいや、なんでだよ。いや無理だって、これ盗塁してなかったらさ分かんない。まあほんとに分かんなかったかもしんない。